ジャン・デマレド・サンソは、17世紀フランスの劇作家。本名、ジャン・デマレ。最初、リシュリューの庇護を受けたことを契機として、絶大な信頼を獲得し、デマレも、その信頼に応えて、忠実に使え続け、その功績を称えられて貴族にまでなった。デマレの儀曲はすべて、リシュリューの命令によって制作されたもので、リシュリュー尊数の念が溢れている。 フランスで最初に機械仕掛けを用いて舞台転換を行うなど新種の気象にも富んでいた。この技法は単一を求める古典劇の風潮には抗えず一時的に渦もれることになるが後のオペラやバレエにおいて存分に活かされている。彼の幼年青年期については一切わからない。青年にも1595年、1600年の二節があり確定していない。 パリの平民出身で、近い親戚に、ランブンエ公爵夫人と親しい、ビジャンダン爵夫人という女性がいたので、その女性を介して、貴族社会にデビューし、旧帝人と交際を結んだことくらいしかわかっていない。近年研究が進められているが、依然不明なことが多い作家である。フランスはド・マレルブの1613年の書簡には、マレという男が羊飼いに噴して踊り、 人々を笑わせていたとある。このれなる名前の道家をデマレド酸素であると考え、その男が有名になる過程を宮廷バレーの歴史などを考慮して実際に検討すると、およそこの男は1600年頃の生まれであると結論付けることができる。これはデマレド酸素の生涯についての研究の簡潔な要約だが、少年1600年説はこれによるものである。 だがこの説が正しいとなると、1613年には、まだわずか13歳の子供であることになるから、あまりに幼い少年が宮廷で同家を演じることが、果たしてできたかどうか、という疑問が出てきて当然である。結局、決定的な説ではないので、まだまだ証拠や精査が必要である。デマレの名前が初めて文献に登場するのは、1631年のことである。 アカデミー・フランセーズは文学者たちがルイ13世王室秘書のバランタイ・コンラール邸で会合を持っていたことを起源とするが、その会合において彼の名前は初登場する。1632年にデビュー作アリアーヌを翌年に主論を発表し成功を収めた。この2作の成功は最初リシュリューの注目を引き、 これを契機にデマレはリシュリューに仕えることとなった。リシュリューは最小となってすでに8年が経過していたが、依然その権力基盤が不安定であったため、偉大な国家フランスの芸術文化の庇護にもっと力を割きたいと考えていた頃で、デマレはちょうどその時期にタイミングよく成功を収めたのであった。1634年に最小リシュリューに仕え始めてから、 最小の話相手を務めるなど、彼を癒し、楽しませる仕事に従事していたという。要は、個人的な側近であったわけで、この時代の宮廷や、社交界の逸話を多く記した、タルマンデレオによれば、この側近の役割は、デマレとボアロベールの二人だけが担っていたという。デマレは、言葉巧みに最小を笑わせていたので、ボアロベールは彼を憎み、苦しんでいたとのことである。 だが、ボアロベールも、最初を笑わせるという任務に、忠実な点で、負けてはいなかった。以下は、タルマンデレオが紹介する、デマレのいつは、ジョークである、デマレが、国王に行ったものだ。陛下のお振る舞いには、私の真似できないことが二つございます。はて、それは何だお食事はたったお一人でなさり、排弁は、皆様と連れ立ってなさることでございます。 このような記録も若い頃からデマレが宮廷で同契約を演じていたことの少佐として用いられている。そして以下はボアロベールのものと伝えられる逸話である。コルネーユのルシットをもじったジョークであり、現代フランスでも時折使われることがある。父、ロドリーグ、お前には勇気があるかロドリゲイ、アズ、ツ・ジュクール、ロドリーグ、そうおっしゃるのが父上でなかったなら、 今すぐその証拠をお見せするところです。ジュネク・ジュカー、ないが、ジョークの内容が原文である。本来、ルシット中では、父親は、ジュクールを勇気という古語の意味で用いている。ところがこのジョークでは、ロドリーグは、ジュクールを、トランプのハート札という意味で解釈しており、つまりそれに応えて、ダイヤしかない、と答えているというわけである。ボアロベールの基地を示す、このジョークに、 最初をはじめ、その取り巻きた地位一同は、大笑いしたという。デマレは、アカデミー・フランセーズ設立の準備にもあたり、1635年の、発足後は、初代の事務総長として1638年まで、その任を務めた。この頃は劇作においても、リシュリューの意向に従って劇作に励んでおり、彼の演劇関係の作品はすべてこの時期に、生み出された。 戯曲のデビュー作、アスパジーは、平凡な作品であったが、それなりに成功した。第二作目の、妄想に囚われた人々は、彼の喜劇作品を代表するものとなった。1642年のリシュリュー史語は、演劇に関するものは何一つ制作していない。この事実から推察するに、おそらく演劇の仕事はすべて最小リシュリューからの、注文。 あるいはリシュリュ提出の主題を取り上げたものであったと考えられる。デマレは間違いなく最小付きの雑木作家であったのだ。最小付きの劇作家であったことが内容に如実に現れるのは最後の儀曲、ウーロップである。この作品に付随する宮廷バレーにおいて30年戦争においてフランスの立場を守り抜くという政治的な意図を空意として表現した。 こうしたリシュリュウへの忠実な奉仕への見返りとして、デマレは、リシュリュウ家の筆頭執事、王室顧問官、海軍事務局長など、地位の高い官職にも任命されたのだった。こうした要職を得たことで、デマレのリシュリュウに対する忠誠心は、より強固なものとなり、彼のために施策に励むこととなったのである。最小の死後も、デマレは、リシュリュウ家に忠実であり続けた。 ボアトゥーシャランと地域圏の家に入り、最小の息子の後ろ盾として働いた。その功績が評価され、1651年、息子のリシュリュ公爵から酸村の土地を与えられ、貴族の称号を得た。こうして優れた劇作家ジャンデマレは貴族ジャンデマレと酸村となったのである。1653年にパリに戻った。パリに戻ってからは、 ますますネオプラトニズムのような考え方を強めていった。リシュリュー公爵夫人に検定されたリシュリューの散歩、あるいはキリスト教の美徳を1653年に表したのをはじめとして、1658年には魂の喜びを表した。この作品においてキリスト教を賛美し、その精神的な価値を高く評価して、この点にこそ文学的な美があると主張した。 であるから、古代の異教作家を模倣する人を非難し、古代を手本とすべきではないとも主張した。これが、新旧論争の短緒となっている。1669年には、聖書に基づいた詩集、マリー・マドレーヌ、あるいは、恩調の勝利を発表し、その翌年にエステルを表した。この中で、ボワローの推奨する古典主義と対比して、キリスト教芸術の親密さと、 素晴らしさを論じた。1674年、ボアローが司法において古代を来産したことに反駁すべく、同年、英雄史の用語をボアローへの反論として公表した。さらに翌年、フランス史とフランス語の用語を表し、シャルルペローに論争参加を呼びかけたことで、ここに新旧論争が始まった。デマレの思想は神秘的であったが、あまりに強信的でもあった。 そのため論的からは、狂人扱いされ、妄想に囚われた人々のようであるとの素知りを受けた。1676年、パリで亡くなった。ここに記しているのは、彼の残した文献の一部である。他に、書簡、辞層、対話集、学術論文などがある。初期は、喜劇、中期は、悲劇、最後に、英雄喜劇と、順序よく綺麗にジャンルは、分かれている。 これは彼の戯曲がリシュリューによる注文であったことが影響しているのだろう。ありがとうございます。